エルフとシャークマンの間にそんな因縁があったなんて、ハマハラとカミカドみたいだ。ふん、君の力があれば仲直りさせることもできるかもね。おしゃべりはここまでだ。珊瑚宮殿に急ごう。僕もチビナナちゃんも待ちきれないよ。行くよ、チビナナちゃん。ただいま。サロンバがくれたあれを早く護衛に渡そう。立ち入り禁止だと言っただろう。なんでまた戻ってきた。これはサロンバ様の指輪。サロンバ様のお考えなのか。まさか去られた後も珊瑚宮殿のことを気にかけてくださっていたとは。入れ。現在宮殿内は混み合っている。パンデシック王子が海の一族の使者を集めて、ニョアンの儀式を取り行おうとしているのだ。あまり気にしないでくれ。わーわーわー。おほー。王子の命ずるままに。やあ、陸の客よ。やあ、陸の客よ。見て、正真正銘の海底宮殿だ。ああ、この瞬間を記録しておけたらいいのに。将来美しい景色を残しておけるような発明をきっとしてみせる。そしたらこの瞬間を7にも分けてあげられるからね。そうだろう、チビナナちゃん。クラーナ護衛長がお呼びだ。直ちにトライデントの台へ向かうように。お前のことだ、海の谷。もし私なら直ちに動くな。クラーナ護衛長を怒らせない方がいい。おー、やっぱり君はどこに行ったって人気者だね。そのクラーナとやらが直々に君を呼び出したのは、きっと何か大事な理由があるんだよ。上位が見つかるかもしれない。の客よ。やあ、陸の客よ。私はクラーナ、パンデシック王子の護衛長だ。お前と友人の珊瑚宮殿での行動は私が全て監視させてもらう。出しゃばった真似はするなよ。
サロンバ様の口利きがあったそうだな。すでに隠居している前女王の目がそのようなことをするとは、よほどのことだな。納得できる理由を示してくれるのだろうな。あのエルフの子供か？サイデリアンがあの子を連れてきたとき、嫌な予感がしたんだ。やはり、あの子を訪ねてくる者がいたとは。サンゴ宮殿がどんな場所か分かっているのか？仕方ない。現在、あの子が王子に謁見している。王子に謁見する際はくれぐれも失礼のないようにな、海の民よ。やあ、陸の客よ。それでエルフの上位よ、他にどんないたずらができるのかな。私ね、他にもドローンできるよ。ん？ドローンとは？ドローンっていうのはドローン。一体何を飲んだんだ。護衛たちにそっくりではないか。サイデリアン、全く面白いやつを拾ってきたな。ええ、確かにそっくりです。へへへ、元に戻ることもできるんだよ。やあ、陸の客よ。エルフの子供がこんなにも可愛かったとは。サイデリアン、上位に宮殿の中を案内してやれ。しかし王子、上位はエルフですぞ。エルフがどうした。そんな大昔の話が何だというのだ。嘘か本当かもわからん。おお、海の神さんだ。探しに来てくれたんだね。お父さんは一緒じゃないの？上位の友達か。お前もドローンできるのか。王子、こちらは海の民の人間です。人間はエルフのようにドローンすることはできないはず。ふん、人間だと。今日は運がいいな。一度に違う陸地の種族二つと知り合えるとは。お前が上位の友人なら、このパンデシックとも友人だ。サイデリアン、宮殿の中を案内してやれ。シャークマンの職人の素晴らしい技術を見てもらうんだ。本当に王子は過去にこだわらない寛大なお方です。エルフ族との関係を修復することができれば偉大な功績となりますぞ。亡くなったシアンナ女王でも成し遂げることができなかった。おい、母上のことはいいだろう、うん、お前を王子の目に任命したのは、あの頭の固いサロンバに耐えられなかったからだ。まだわからないのか。それにニョアンの儀式が終わって、初めて正式に王位が継承される。それまでは私の身分には気をつけるように。ああ、
礼しました。おいでジョイ、遊びに行こう。お前はついていかないのか。え、船が沈んでサンゴの玉座に迷い込んだ。上位の父親が探している。うん、上位にはしばらく宮殿にいてほしいのだが、実は上位を通してエルフ族との関係を修復したいと考えているのだ。こうしよう。上位の父親を宮殿に迎え入れるんだ。私がサイデリアに使いを出させる。そうすればうまく収まるだろう。これまでニョアンの儀式を終える前にこのような偉大な功績を成し遂げたサメの主がいただろうか。成し遂げられれば全ての海にいる一族が心から王として受け入れてくれるに違いない。いや、なんでもない。ぼんやりしていないで、すぐに上位とサイデリアンに合流するといい。我々シャークマンの華麗なる芸術品に感動してくれ。ここがサンゴ宮殿の中庭じゃよ、ジョイ。宮殿に着いた時に来たよ、サイデリアンさん。おっと、これはうっかりしていた。それでジョイ、お父さんとはぐれたのか？アメシア島に帰るところだったの。だけど途中で大きな波が来て船が海底に沈んじゃったの。それでジョイは気を失った。わしが見つけるまで。うん、かわいそうな子じゃ。わしがお父さんに会わせてあげよう。いいな。ここはもういいだろう。次の場所へ行こう。怖い怖い、暴れザメの檻は見たいかい？見たい。うちでは気を養い。